上品な破天荒魔術まで、イエーイ、はい、本日はですね、100の質問をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。本日のゲストで、ね、早速ですがお呼びしたいと思います。遠藤正彦インストラクターです。イエーイ、あの YouTube、 よろしくよろしく、よろしくお願いします。もうお疲れ様、遠藤です。この前も腕立て伏せ出ていただいて、昨年のイベントもありがとうございましたって、ね、ありがとうございます。いや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 、今日もね、盛り上げちゃってください。ほんとね、お願いします。お願いします。後ろの感じ最高です。うん、いいね。夏だよ夏。もう夏ですかね、もう。はい、もうそこのね、下りがどんどん出てくるかちょっと楽しみで、最初いろいろ喋ってもらいたいところなんですが、内容がもうバンバンね、もう自己紹介みたいになってますので、早速始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では遠藤正彦さん、よろしくお願いします。はい、ですが言っちゃった、名前は遠藤正彦です。はい、性別男です。ですね。誕生日は5月22です。あ、近っ。そうなんやな。血液型は、はい、B 型でございます。お、出身地は新潟県三条市でございます。お、はい、ざっくり今いる現在地どこ。今はね、神奈川県川崎市にいます。お、名前の、自分の名前の意味ってわかる。遠藤家の繁栄です。おお、じゃあ、ちなみに今の家族構成はどんな感じですか。今は、まあ、僕弟いるんで、まあ、4人家族ではありますね。はい、ちなみにその中で顔が似ている家族。顔が似てるのは親父にかな。はい、じゃあ性格が似てると思う家族は。誰にも似てないですね。あ、そうなの。完全オリジナルっぽいです。はい。じゃあ、ちょっと話があるが、学生時代って何か部活してた。最初がバスケで、その、高校大学がボクシングです。はい、お、じゃあちなみにバスケやってた時のポジションってどこやった。ポイントガードですね。うん、なんで、なんで、なんかよくなんか背低いんですよ僕。だからよく切り込んでいくみたいな、なんかそういう系のポジションでしたね。なるほど。はい、ちなみにその、まあ、バスケの時の最高成績は。バスケの最高成績、市内優勝ぐらいだと思いますね。こっちが気になる、やっぱり職業につながったボクシングの最高成績は。ボクシングは、北信越大会優勝、新潟の国体優勝っすね。すげえ。すごいすごい。そうなんですよ、はい。もう、じゃあそれでこうボクシング通じて学んだことってありますか。ボクシング通じて学んだことはですね、強いということは優しいということです。おお、かっこええ。かっこ惚れちゃうな。うざいドヤ顔でしたけどね。ああ、なるほどね。はい、じゃあ得意なスポーツって何。得意なのは、まあ、ボクシングとバスケですね。うん、逆に苦手なスポーツは。サッカーですね。いや、あ、ちょっとあのボクシングのその動きをちょっと見せてほしいんですよ。その、はい、ちょっとあのね、そのチャンプの実力をちょっとお願いします。おお、お、見えない。見えない。腕が残像で速すぎて見えない。見えない。お、見えないっすね。ジャンプからのコンビネーション、コンビネーション。すげえ。すげえ、キレキレだわ。おお、ありがとうございます。見えない、見えないパンチ打ちます。はい。じゃあ、あの学校で行ってた時得意な科目って何。漢字ですね、漢字。あ、漢字と、苦手な科目は算数とか数学っすね。じゃあ、すみません、あの得意な顔ってお願いできますか。得意な顔。何の意味があんのみたいな感じですよね。いい感じ、いい感じ、いいよ。よくやるやつですね。逆にね、苦手な顔ってお願いできますか。なんか苦手な人とか、なんか臭い匂いとかの時こういう顔になりますね。はい、じゃあ次、遠藤さん、得意なギャグをお願いします。
なんか僕にあの質問やっていいですか、やっていいよって言ってください。はい、清水、じゃあよろしく。あ、いいよ、やっていいよ。え、いいんですか、いいんですか、インザスカイ。顔が消滅した。顔が消滅した。あ、うん、はい、じゃあいい感じ、いい感じ、いい。そういう、もう一個あります。え、もう一個。いいんですか、いいんですか、イントゥーザサン。シャドウの中でイントゥーザサン、ありがとうございます。ありがとうございます。これは本当に今週のやつでした、今。結構、うん、頑張って。出し惜しみはしてないですか。出し惜しみしてない。うん、ああ、OK です、ありがとうございます。はい、次行きます、はい。学生時代の思い出、お願いします。学生時代、小6の時に、めちゃくちゃ身が出そうになったんですよ。で、左側が窓だったんですね。で、やっぱこっちにくしゃみしたらみんなにかかるなと思って、こっちでくしゃみしたら、あのくしゃみで窓ガラスを割るっていう。やばい。バコーンって当たって、あの髪の毛いっぱいあったんで、顔はそんな傷つかなかったですけど、学校の先生にお前何やってんだーって怒られましたね。そんなミラクル起こってんの。やばかった、ほんとやばかったです。すげえな。はい、好きな歌手どうぞ。好きな歌手はね、三浦春馬さん好きだったんですよ。ああ、はい。なるほど。うん。じゃあ、この好きな曲。三浦春馬のね、曲っすね。うん。なんか代表的なやつある？代表的なやつはね、錆びついて開かずにいた情熱の扉。あ、伝わりました。はい、あの情熱が伝わりました。情熱が伝わった、OK。 っていう次の質問もできたんで、はい、では、はい、あの次、休日の過ごし方ですね。あー、もうひたすら家ですか、お過ごす、子供と遊んでますね、ほとんど。うん、じゃあ外でやったら、外だったらまあ公園とか、最近は水辺の多いとこ行くようにしてますね。なるほど。その心得は、その心得はもう本当にウォーターワールド。ここ場所やないか。場所、場所っすね。じゃあ、まあ、子供がね、水が好きってことですか。 あんま好きじゃないですけど、まあなるべく水に慣らしたいっていうのは。なるほど。うん、何かのオタク？あ、結構 本読むの好きなんですよ。本、うん、そう、最近これハマってます、これ。これ、あ、見えねえ。見えねえ、くそ。見えねえな、これ。どうやったんだ。え、こうか、こうやれば見える。あ、はい、そうだ、おぉ。あ、これね、はい、これ。なるほどね。前の部分ですね。はい、瞑想系、はい。あ、いいですね。深呼吸とかいいっていうもんね。あ、そうです、そうです、そうです。そうなんですよ。じゃあそのちょっとマインドフルネスについて、なんかこう本やね、本全般についてなんか語ってもらっていいですか。はい、そうですね、まあ本当寝れない前とかに呼吸法をゆっくりしてもらうとすごいぐっすり寝れるようになるんで、暑いじゃないですか今ね、暑いんでね、こういった暑い日の夜とかに瞑想とかをねやってもらうと非常にいいので、うん、ぜひやってみてください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次、朝の習慣って何かある？朝はですね、散歩行きますね、散歩。はい、健康的。健康ですね、もう本当息子寝起き悪いんでね、とりあえず歩かせます。じゃあ夜の習慣は逆に？夜はもう本当に夜更かししちゃうんですよね。意外早く寝そうな感じがするけど。本当だからもう携帯触らない方がいいですね、携帯食っちゃうんで。なるほどね、分かってはいるけどやっちゃいますよね、それね。なるほど。あと、口癖って何かある？どういうこと？どういうことって言います。なるほどね、はい。じゃあちなみにこう家でお風呂、シャワー、どっち派？あ、基本的にお風呂入りたい派なんですけど、うん、まあ、今シャワーだけですね。うん、ちなみにその、あと睡眠時間はどれぐらい？睡眠時間も6時間とか5時間じゃないですかね。うん、うーん、短いっすね。なるほど。じゃあ最近の買い物の思い出って何かあるかな？最近の買い物の思い出は、銀だこに買い物行って、あのネギのなんかおろし漬けのやつ頼んだんですけど、おろしの汁がなくて、はい、
あのお店に電話したら次行ったらタダにしてもらえるっていう、そういうサービス、知る忘れですね、はい。全然普通に普通のが来たってこと、事実上ほぼそう、知るないんですけどみたいなまあちょっと、まあ、悲しいような嬉しいようなみたいなね、結果で。そうですね、はい。じゃあ次、今までの最高額の買い物って何ですか？最高額の買い物ですか？10万ぐらいですかね。じゃあ自分へのご褒美って何かあるかな？自分へのご褒美、アイスとか買っちゃいますね、アイス、はい、ね、アイスぐらいいいよねっていうね。なるほど、はい、アイスね。ちなみに好きな食べ物は何？好きな食べ物、ペペロンチーノですね、はい。渋い。なんでペペロンチーノ好きなんですか？あ、なんか嫁さんがね、ペペロンチーノ作るのうまいんですよ。もうそれを、はい、いつも嫁に、今日何食べたい？いやー、ペペロンチーノ、またかよみたいな。めんどくせんだよね、作んのみたいな感じなんですけど。もうペペロンチーノ、いや、それ聞いたらペペロンチーノって言うように決まってるじゃん、みたいな。なるほど。感じぐらい好きですね。今のね、発言も多分視聴者の株がすごい上がってますよ、今やってる。わお、うん、得意な顔や。得意な顔出た。嫌いな食べ物や。嫌いな食べ物、セロリとかですね。もうペペロンチーノに、まあ入ってるわけないか。はい、入ってないです。次行きます。セロリ食べるとどんな顔なんでしょうっけ？セロリ食べるともこの。あ、苦手な顔だ。変えてもらっていいですか？っていうぐらいになります。 なるほど、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次、好きな動物。犬っすね。好きな色。グレーとか、あー、もう着てますけどね、グレーな。私服で多い色。グレーこうなるよね。じゃあ仕事着で多い色は？黒っすかね。仕事着を選ぶときのこだわりってありますか？いや、もうこだわりとかないです。もうマーブルしか着ないんですよ。なるほどね。はい、マーブル。マーブルしか着ない。はい。ありがとうございます。はい、もうちょっと具体的に褒めてください。マーブルのこれがいいからもうこれだよ。マーブルのやっぱ素材がすごくいいのと、あとその軽いですね。あと着心地が気持ちいいです。はい。はい、マーブルしか着ないです。はい。では仕事中はどんな人ですか？すんげえ真面目になりますね。あ、そう。はい。まさひこのレッスンをちゃんと見てないな。はい。いや、もう最近こういう感じになってきましたけど、うん、もうほんと硬すぎて。はい。もうほんとになんなんこいつ、かてえなっていうぐらい硬いと思いました。暑い夏のね、あれはだいぶ崩してますね。まあね、まあ夏ですからね、あれはね。まあまあね、はい、はい。じゃあ、はい、プライベートはどんな人？プライベートは本当適当ですね。適当。はい。もうなんか しっかりこうね、やってそうな気もしますが。いやー、結構昼間からやっちゃいますからね。そう。テレビ何見る？テレビ結構ドラマ見ますね。好きな番組は？好きな番組は特にないんですよ。ではなってみたい、こうなりたい顔はありますか？そうですか、やっぱジャニーズ系かな。右から見ても左から見てももうなんかイケメンみたいな風になりたいです、ね。なるほど。あれ、遠藤さんイケメンじゃなかったでしたっけ？自称です。そうですか。新しい返しですげえな、さすがだな。イケメン、いやもう本当に鼻曲がっちゃってますからね、ここね、ここね。これで。ボクシングですか？そうです、ボクシングで。力。勲章ですね。勲章もう本当、はい。たまにこうやって押さないとやばいですからね。ほんまに？はい。なるほど。次いきます。はい。最近見た映画は？アベンジャーズのね、インフィニティ・ウォーってやつですね。じゃあ、一番好きな映画。一番好きな映画？まさひこ史上。ああ、でもやっぱあれですね、アベンジャーズ好きですね。じゃあ、そのですね、
なぜ好きなのかな、まあ、アベンジャーズは。いや、もう本当なんか SF 系が大好きで、あの、うん、現実逃避できるんですよね。なんかこの世にはないものがいっぱい出てくるんで、うわ、やべーみたいな感じのテンションが上がるっていうのがありますね。じゃあ、すみません。フルテンションで名シーンを再現お願いいたします。おーこれね、Wi-Fi が飛ぶレベルで出してくれましたね。今のは何のどのシーンだったんですか？アイアンマンのこの両手からビームが出るっていう。もう一回じゃあ、もう一度。おはい、これで敵倒しますから、ね、このことなくて倒しますから、ね、これで飛びますからね、この上に。ああ、ぜひ見てください。はい、はい、では、まさひこの職業。職業はね、フリーインストラクターです。はい、はい、仕事内容は？仕事内容は今グループレッスンとかパーソナルとか加圧トレーニングもやってますね。最近力を入れていること。最近力を入れていれば ボクサフィットですね、うん、ボクサフィットプログラム開発をしてて、今それをもうかなり力入れてます。うん、どんな内容ですか？格闘技とかミット打ちとか、うん、あとはヨガの要素だったり体幹トレーニングだったりとか瞑想ですね。その好きな業務は？好きな業務、結構パソコンとか家にこもるのが好きですね。意外。こうなんかインドアっぽいです。はい。うん、なぜなんかこう、わかんないですけどね、なんか一人でね、なんかずーっと何かをやり続けるのが好きですね、結構。はい、意外やな。子供の頃の夢って何？子供の頃の夢はね、自衛隊でしたね。それなんでなんですか、自衛隊？なんか昔なんかあのアーノルド・シュワルツネッガーの、コンバットっていう映画があって、うん、あれ見てめっちゃなんかマッチョじゃないですか、うんうん、あれでなんか銃とかダダダダダダって撃ってて、うわ自衛隊ってすげえなと思ったんですけど、うん、こういうの見てなんかなりたいなーって思ってましたね。なるほど、はい、では、今の夢は？今の夢は？そうですね、今夢はボクサフィットを広げることと、あとそのもっと人フィットネス人口を増やしたいですね、日本。日本やばいっす。うん、はい、もう本当にもう高齢者大国で、もう本当に、はい、若い人をもっとインストラクターにして、もっとなんか元気な日本にしたいと思ってます。うん、いいこと言う。はい、かっこいい。では、来年どうなりたいですか？来年はですね、いやもう本当、なんか、なんだろう、本当に、ボクサフィットインストラクター、30名ぐらいちょっと本当に育てたいですね。なるほど。もっとどんどんボクサフィットのプログラムを広めて、もっとフィットネス、参加率を上げていきたいっていうのを。なるほど。かっこいい。はい。はい。どんどんいきます。はい。30年後はどうなりたい？ 30 年後はですね、どうですかね、ビル5個ぐらい持ってたりですね。すげえ、もうフィットネスじゃなくなったね。だいぶ変わったですね。すげえ。はい、自分の性格は？自分の性格は、だらしないです。はい。だらしない。ね、はい、死にかけたもんね。そう、そうです。はい、次。人には何と言われる？ああ、でも結構皆さん、なんか勘違いしてますけど、真面目。という感じで見てくださってありますね。はい。はい、でもじゃあどう見られたい？真面目って思っていただいている方はまあ真面目ってもらって思ってもらっていいんですけど、はい、全然もっと遠藤なんかフランクな感じだねみたいな感じに接してもらっても全然 OK です。はい、もう本当に。なるほど。はい。座右の銘は？座右の銘。最後まで続けたやつが勝つ。おお。インザスカイかなと思ったけど、間違うんか。次は、チャンポイントは？チャンポイントはですね、今ヒゲ生やしてるんで、ヒゲ。おはい、昔はね、丸坊主で可愛かったやけどな。ツルンツルンしとったけど。少林時代ですね。少林寺憲法時代ですね。あ、少林寺もやってた。はい、あ、少林寺はやってないですけど。やってないかい。じゃあ次いきます。コンプレックスってある？コンプレックスは、足が小さいんですよね。いくつ？
足がなんか最近分かったんですけど 23.5 ぐらいです。え？女子だね。でなんかしかも高が高いんですよ。うん。だからその 23.5 入んないですよね、普通の靴が。うん、ちょっと大きくしないと入らないんで、うん、靴が 25.5 でちょうどいいんですけど、うん、なんか足の長さが短いっていうなんか謎の、バレー足っていうんですかね。ちなみにプライベートで大事にしてることってある？プライベートはですね、家族の時間をやっぱ大事にしてますね。仕事で大事にしてることは？仕事で大事にしてるのはやっぱお客様の立場、お客様の立場とかその相手の立場になって物事を考えて発言するようにはしてます。なるほど。じゃあこれもかぶるけど、お客様に対して大事にしてることは？お客様に対して大事にしてるのは、僕のレッスンに受けてくれ、僕のレッスンを受けたことによって、その、今後運動を続けたいなとか、なんかこう、まあ、大げさに言うと人生変わったみたいな感じぐらいインパクトが与えられるようにしてます。うふぅ。足、仕事での思い出は？仕事での思い出は、よくね、初級のエアロビクスに来てたおじいちゃんがいたんですけど、なんか、時々っていうかたまにかな、顔がすげえむくんでる日があって、超むくんでる日があったんですよね。それでちょっともう今日早めにお医者さん行ってくださいって言って、その後聞いたらなんか脳梗塞の一歩手前だったそうです。でも本当その時になんか遠藤先生に言われなかったら危なかったって言って、今でも健康にエアロビクス初級やってます。いい話。本当なんかやばか、なんかやばいなと思ったんですよね。なるほど。いや、本当におじいちゃんに100万円もらった方がいいですね。ああ、いや、欲しいよカス、カスですね、これ、カスな感じね。金か。すげえ感動したのに、今。はい。ピーンと落ちましたね。そこ切っとくかもしれないし、そのまま残ったはちょっと分かんないですけど。少し OK です。はい。はい。ちなみに、1週間、仕事が休みになったら何する？なんか旅行行きたいですね、コロナ関係なかったら。うん、うん、まあそれもし1週間丸々旅行行くとしたら、どこ？やっぱハワイですね。おー。ちなみに好きな国ってある？好きな国は、いやハワイですね。うん、ハワイ国ちゃうけどなアメリカっていうのかなと思ったけど、うん、USA USA USA行ったことある国は？行ったことある国はハワイと四川省ですね。おー。プライベートですか？ハワイはプライベートと、まあ、新婚旅行と、うん、四川省はボクシングのなんか遠征ですね。へー、そうなんですよ。はい、かっこいい。ちなみにこれから行ってみたいところは？ヨーロッパとかなんかそういう系、うん、はい、行ったことないんで、はい。なるほど。100万円もらったら何する？100万円もらったら、そうですね、なんか新しいバイク買おうかなとか思いますかね。じゃあちなみにそのバイク、かなり上、1億円もらったら何する？1億円もらったらね、あのね、ビル買っちゃいますね、ビル。ビル、きゃー。一つ目のビル。一つ目のビル。ビル。なるほど。ちなみに、得意なですね、エクササイズってある？得意なエクササイズは、リストカールス。マニアック。その心や。ポッキポキやねなんてなんてポッキポキやぞポッキポキそう、着地が分かりません、ね、多分コメント欄出るよこれ。リストカールのエクササイズ得意なんや。じゃあ ちなみにそのこの前腕とか抜きでどこが得意な部位鍛えるとしたら？あ、前腕抜きでですか？うん、あ、でも僕どちらかというと肩も鍛えられるの。肩とサイドレイズとか。うん、なるほど。ちなみにそのサイドレイズとかするときに、はい、得意なポジション？ポジション。うん。あ、立位ですね。うん。聞いてんだよ。聞いてるよ。どうだ。やってるか。やってみろ。
いいね、YouTube いいよ。はい。はい、ありがとうございます。どこまでやるんかなと。どこまで来るのかな、ちょっと終わりがない、終わりがないやつですね。はい、よ、じゃあ、前世は何だったと思う？前世はね、実際に見てもらったことあるんですよ。うん、もう本当そういうスピリチュアルの先生に見てもらったことあるんですけど、前世はあの茶、お茶の東本家の次男だったそうです。次男、じゃあお茶してたかどうかは分からんねんな。あ、お茶はしてました。へ、お茶の先生だったみたいです。へ、すごいすごい。はい、はい、来世は何だと思う？来世はどうすかね、結構いいことしないからね、虫かもしんないですね、なんか。虫か。じゃあ、虫がいいな。じゃあ、もう前世はね、お茶の先生、来世は虫。じゃあ今世残った後、何する？今世は、そうっすね、やっぱ本当、家族のためにね、なんかこう、やっていきたいですしね、なんかその、もっとフィットネス。人口を増やしたい、なんかそればっか言ってるな、なんかフィットネスですね、うん、やっぱり運動ですよね。素晴らしい。運動人口を増やしたいです。はい。みんな同じ思いやと思います。はい。はい、では、最近泣いたエピソード。最近泣いたエピソードは、なんかドラマのアンサングルシンデレラっていうドラマがあるんですけど、うん、薬剤師のお話なんですけど、なんかそれでなんかその、がん治療をやってる、おじいちゃんがね、亡くなってしまうっていうお話なんですけど、うん、本当なんか生きてるっていうことに対してですね、生きてるっていうか、その生かされてることって幸せなんだなって思わせるストーリーだったんで、うん、めっちゃ泣きました、それ。もうなるほど。はい、うん、いい話、また。じゃあ、カットしておきます。はい。どひゃー次に。うん、じゃあ次、人生で一番逆境だった出来事は何歳？逆境だった出来事は、23歳ぐらいの時に、ショーパブで働いてたんですよ。うん、でずっと働いてて、なんか家賃とか光熱費とか水道代とか全然払わなくて、うん、放置してたんですよね。うん、そしたら全部止まるっていう、絶望のなんか、すげえな。これ攻めた人生してる。やばかったです、もう本当に。うわ、俺終わったーっていう。うん、じゃあ、嬉しかったことは？人生で。あ、人生で嬉しかったことはですね、やっぱなんか、ああ、なんだろう、やっぱ結構日常的にあるんですけど、だからレッスン終わった後によくお客様が、楽しかったです、また来ますみたいなのとか、うん、また来週ねーとか、なんかその、なんか本当なんかそういうことですげえ嬉しいですね、なんか、やっぱり向こうも言うことに対して結構エネルギーいるじゃないですか、うんうん、だからわざわざ言ってくださるっていうのはすごく僕の中でものすごく嬉しく思いますし、モチベーションにもつながりますね。うん、なるほど、はい、あ、まあ、またいい話なんでカットしておきます。得意な顔になってるね。じゃあ10年前の一言に、10年前の自分に一言。このままでいいよ、このままでいいよ。なるほど。じゃあ10年後の自分に一言。今のままじゃダメだよ今のままじゃやばいよ、頑張っててやばい。ではですね、最後になりましたが、はい、この YouTube をご覧いただいている皆様に一言お願いします。大好きだよみんな、ありがとう。はい、以上です。ありがとうございました。客の質問終了です。お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、すごくね、本当盛り上げていただいて楽しかったです。本当ありがとうございます。はい、ではお疲れ様でした。では最後に遠藤正彦インストラクターの30秒トライです。よーい、スタート。はい、皆さん今日はありがとうございました。今ボクサフィットインストラクターをね、募集してますので、ぜひボクサフィットやりたいなという方はね、ぜひ遠藤までご連絡ください。インストラクターやったことない方もですね、ぜひお待ちしてますので、はい、ぜひともフィットネス人口を増やしたいと思っている方はぜひとも見てください。はい、みんな大好きです。はい、時間余ってるのかな、これ。うん、困っちゃったね。ああ
インザスカーインザスカーインザスカーまた消滅したまだ余ってんのかな。遠藤雅彦インストラクター、好きな言葉は？暑い夏の始まりだぜ。